和歌山地方気象台は今日県内の桜の満開を発表しました。平年より5日早い満開となりました。今日午前10時ごろ、和歌山地方気象台の荒木則隆気象情報官らが桜の標本木がある和歌山市の紀井寺を訪れ、開花状況を確認しました。荒木気象情報官は開花状況を慎重に見極め、 80%以上の花が咲いていることを確認して満開を伝えました。はい、こちら君です。えっと桜満開観測しましたので、はい、通報お願いします。平年より5日早く、去年より2日遅い満開です。また今月24日の開花から5日後の満開で、去年の9日後と比べて4日早くなりました。 気象台では24日の開花時からすぐに開花を迎えそうなつぼみが多かったことに加えて、平年より暖かい日が多かったことが要因ではないかとしています。すでに県内では見ごろを迎えている地域もあり、今しばらく桜を楽しめそうです。